はい、皆さんこんにちは。雨の豪快です。今日はですね、いよいよ待ちに待った日です。少年ジャンプでハンターハンターが再開しました。今ハンターハンターの連載が再開しました。私のうちには漫画が3つあります。まあ1つはハンターハンター、もう1つは北斗の拳、もう1つはスラムダンクです。で、北斗の拳は全巻持ってます。ハンターハンターと、スラムダンクは最初の7、8巻ないのかな。で、あと残りは全部持ってます。それでスラムダンクは週に1回ぐらい必ず読みますよね。花道がどんどん上手くなっていく。で、まあ三王と戦う、川田兄のなんだっけ、川田兄のアリウープをブロックするとか止めるとか、もうあそこら辺とかももう覚えちゃいましたね。北斗の拳もまあ大体まあ1ヶ月に1回ぐらい読むかな。ただ北斗の拳で私今の政治情勢に非常に非常に如実に表しているシーンっていうのがあるんですよ、北斗の拳で。まあ今度はまあ紹介できれば紹介します。非常に今この状況、その漫画のその状況で、この人は何々さん、この人は何々さんで、この人は何々さんで、ケンシロウは何々さんというその状況がぴったり当てはまる、まあそういう背景があるんですよね。それでまあハンターって2つ楽しみ方があると思うんです、一つはそのハンターハンターに出てる登場人物、まあそれぞれ念能力を持ってます。まあ誰と誰が戦ったらどっちが勝つかみたいな想像する、まあそれまあ楽しいですよね。例えばクロロと、ビヨンドネトロ戦ったらどっちが強いかとか、ヒソカとジンフリークスどっちが戦ったら強いかとか、まあそんな感じで、まあどうなんだろうなっていう、なんかこう夢が膨らみますよね。夢というか夢が転じて妄想というか膨らみますね。まあ暇つぶしにはちょうどいいような感じになる。まあそういったものをまあ想像するのも面白い。で、あともう一つはその念能力自体ですよね。まあハンターハンター興味ない人はちょっと分かんないと思うんですけども、まあ念能力6つあるんですよね。具現化系だとか強化系だとか、その5つ全部持ってる特質系だとか、まあそういったものが、まあ、それぞれその人にその主人公当時人物に割り振られてるんですよね。それでその念能力について、まあ何々系ですよね。考えてみるとこの YouTube の世界にもそういった念能力のその何々系っていうのがありますよね。例えば筋肉系 YouTuber、 例えば食レポ系 YouTuber、 例えばレビュー系 YouTuber、 例えば政治経済系 YouTuber というふうに何々系 YouTuber っていうのがありますよね。なのでこの YouTube で動画を投稿している人っていうのはそれぞれやっぱりその系列があるわけですよ。モノモース系 YouTuber とか、なのでその何々系 YouTuber っていうのはそのハンターハンターの念能力のその何々系とちょっとこうシンクロしますよね。ちょっとダブりますよね。だから YouTuber で、まあ、YouTuber とか、まあ、YouTube に動画を投稿している人っていうのは何気にこうハンターハンターの念能力何々系かなっていうのをちょっとまあバーチャルで感じることができるんですよね。そこがなんか私面白いなと思うんですよ。まあ、YouTube に動画を投稿して、まあ、アップして2ヶ月以上経ちますけども、まあ、全然チャンネル登録者数はゼロですよ。私全然もうほとんど見てないです、私の動画なんて。まあ寂しいけどもその分いろんなことが言える。アンチなんてまだアンチすら存在してない、まだ。なので気楽に、まあ、自由にもうガンガン、まあ、自分に言いたいこと、自分の表現したいこと、自分の訴えたいこと、自分が何かを紹介したい、その何かを紹介したいこと、ガンガン動画にアップできるんですよね。なので
まあどういうことを言いたいかというと、そういったあのまだ私にはあのアンチなんてついてないですけども、まあ大物 YouTuber さんとかね、必ずまあある程度、まあ大物でも中堅でもある程度 YouTube あの動画再生数ある人には必ずアンチがつくんですよね。だからそのアンチの人たちもどうだろう、この YouTube の世界に入って、俺は何々系アンチ系でもいいから動画開けてみたらどうかなと思って、そうすることによってそのハンターハンターの念能力のその面白さっていうのが分かるかもしれませんね。ええ、もう勝手に私はもう無双してますけどねそれなんでこのハンターハンター読んで、あ YouTube、 あの YouTube に限らないです、もう例えば職業だって何々系の職業だよ、ガテン系の続き職業だよ、もう職業だってもうリアルな世界でもそういうふうにありますからね、何々系だっていうのは。ただまあ YouTube というまあその社会から見てもまあ狭い範囲ですよ、狭い範囲の中でもあのハンターハンターの念乗る系を感じることができるようなその、まあ、系列っていうものが、まあ、存在するんだなっていうことですよね。ハンターハンター興味ある人は YouTube の動画も、まあ、YouTube に動画アップしてみるのも、まあ、一つの楽しみになるんじゃないですかね、ハモるんじゃないですかね。いや 俺は食レポ系だと、いや俺は、うん、俺は政治系だとかね、俺はレビュー系だと、まあ、そういう風な楽しみも、まあ、YouTube にはあります。ということで、まあ、まあ、ハンターハンター読んで、まあ、まあ、しばらく読んでなかったんですね、ハンターハンターは。スラムダンクだとか、北斗の拳と比べて、そんなに、まあ、頻度が高くない。読む頻度が高くない。けど、まあ、久しぶりに読んで。ただ、まあ、この、書いてる漫画家の富樫さん、なんか、具合が悪いみたいなことを、まあ、ちょっと、まあ、読み聞きしたんですけども、まあ、無理なさらずに、まあ、あとまあ2、3ヶ月書いて、また休む可能性も十分ありますからね。なので私は少年ジャンプは読まないで、こういった単行本、うん、単行本な、34巻、だからもうこれでまあ一通り終わります。で、35巻読んでたらまた買ってそれを読むという感じですね。少年ジャンプは読まないです。あの、途中で連載終わったらちょっと悲しいじゃないですか。少年ジャンプ読んでると、あ、もう終わった。なんでね、まあ、ただまあ、具合悪い、徳橋さん具合悪いんであれば、まあ、そんなね、無理して書く必要も全くないんで、もうそこでハンターハンター終わりだったら、まあ、終わりでもいいです。その念能力という概念、その後の YouTube に私、当てはめて、それで、まあ、俺は何々系だって、勝手に、まあ、嘘をしながら、楽しんでいきたいと思います。ということで、今日は、非常に、ハンターハンター、だから、少年ジャンプ読んでないんですよね、まだ。まあまあ読まないです、少年ジャンプ。今34巻読んだんですけど。まあ、あとは次35巻出るので。まあ、新しい話は読まないかなって感じですね。では今日はこれぐらいにしたいと思います。アディオス。アスタマニアナ。